2024中上級講座4つの講座徹底比較動画の視聴ありがとうございますレックス任講師根本ですえこちらでは夏の中上級講座その4つの講座についてどういう特徴があるのかということを比較していこうと思いますレックの夏のインプット講座はこの4つになっていますこの4つですが上3つと下のところでこちら大きく傾向が違っています 上3つの講座は講義内はイインン。プットメイン一方下の講座こちらは講義内でまずはアウトプットをする自分で問題を解くそしてその3と講師から説明を聞くアウトプットとインプットを連動してやっていくそういったのが一番下の講座ですこのようにインプットメインかアウトプットメインかで大きく変わってきますただ上の3つの講座あくまでもインプットメインとしているだけでこのアウトプットの要素もあります 例えばこの実践力パワープ講座こちらの方は講義内でテキストのとは別に過去問レジュメというのを見ていきます講義だった内容についてつどつど過去問レジュメというのを見てあこういうふうに出るんだなということを確認していきますまた V マジック講座こちらの方ではインプットメインの講義とは別にアウトプットについて補助をするそういった講義もありますはいなので上3つはあくまでも 本体はインプットがメインですがアウトプットの要素も入っているとそう思って結構ですではこれらの講座どういうコンセプトなのかを説明しますまず一番上実践力パワーアップ講座こちらはとにかく網羅的なサインプットですすべての科目すべての分野についてもう一回インプットをし直すえとはいっても 全部について同じ力量ではありませんすべての科目分野について ABC でランク分けをししっかり A 部分を潰していくそして補充をしていくこれが実践のパワーアップ講座です次は V マジック攻略講座こちらで使用するテキストは著者である森山講師のテキストになります。 基本的には受講生はこちら森山先生のテキストを読んでいくというのが勉強になります講義ではその読む時の注意点こういうふうに考えていくんだといった大本の指針を示すそしてプラスとしてここは読みづらいよねっていうところはしっかり説明をしていく最終的には自分で勉強するのが中心になるですがそのための大本の考え方と 難しいところの説明をするこれが V マジック攻略講座というものになります次はこちらのパークトロイヤ講座こちら司法書士試験まあ最大の敵は量そして混ざってしまうというところですこの量混ざってしまって怪しくなるというところを図表で解決するまた横断整理をして知識をこちら確実にしていく これを狙っているのがパンフェクトローラー講座です。一番最後、卓越ターゲット攻略講座。こちらは論点特化の講座になってます。すべての科目、すべての分野がありますが、結局でル論点ってここと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 ここだよねと、といった論点だけを抽出して、アウトプットとインプットで強くしていく。これが卓越ターゲット攻略講座というものになります。 では、どの成績の方がどの講座が選べるのかと実践力パープ講座、まあ、本試験、都市によってもだいぶ違いますが、まあ、大体本試験で15問程度を取れていれば、ついていける内容になっています。一旦初級講座を受けて、ちょっと復習をしているのであれば大丈夫だと思います。一方、この V マジック攻略講座、これは基本的に自分で勉強をする。 ととということがちょっと多くなりますそのためある程度知識量がないとついてくるのは大変かもしれませんまた次パーフェトローラー講座こちらの方は図表で整理ということになりますなのである程度その整理する前提の知識が入っていることこれが必要になりますまた最後卓球タ,ターゲット攻略講座 こちらの方はアウトプットをしてインプットをしますのでそもそもアウトプットできる力がないとついてくるのは大変かもしれません次はテキストの違いです実践力パープ講座こちらはいわゆるレジュメ形式になってます文章ではなく単語キーワード結論それはパッと見てわかるそういう形式の レジュメ形式になっています次、V マジック攻略コーダこちらは文章形式になっています著者が書いたこの文章をしっかり読んでいくと文章というのは長く感じるかもしれませんが誤解を招きません誤解を招かないよう分かりやすい言葉でしっかり書いたテキストになっています次、パークトルラーコーダこちらは基本図表中心 になっています卓越ターゲット攻略講座こちらの方は左側のページは問題右のページはそれを解くための図表で掲載されてます問題と図表がリンクできるように作られていますでは最後にそれぞれの講座いつから開講していつまでなのかと生クラス中心で書いております 実践力パープ講座は7月に開講し3月上旬までじっくりやっていきます急いで知識がばらばらになるのではなく一個一個丹念に踏んで3月上旬までしっかり積み上げていきますはいでこちらの方は主要科目とマイナー科目を別々にある程度のところから別々にやっていきます主要科目は3月のところまでしっかりやっていきます次。 V マジック攻略講座こちらは8月中旬からスタートし2月上旬1科目1科目順々にやっていくというスタンスをとっています次パンフトロー講座こちらの方は講座の終わりが早くなっていますある程度知識量がある方が中心になるのでちょっと、ね、こちらの方講義スポイトは少し早く終わるのも早くなっていますまた講義自体も2科目並行 二科目並行でずっとやってきます一番下卓越ターゲット攻略講座こちらについては2023年目標の教材を一気に発送します8月上旬に一気に発送しますもちろん改正等のえこちらえフォローについてはしっかりやっておきますのでそれはご安心ください以上をまとめたものがこちらの表になっていきますコンセプトの違い 学習レベルの違いレジメの違い、受講期間の違い、はい、各講座ごといろいろな特色があります。なので、お勧めしたいことは、実際の講義を体験してもらうことです。この4つの講座、それぞれについて、民法1回目について、無料で受けられるようになっています。 昨年のものもしくは特別に取ったものが民法一1回目見るようになってます。ぜひ興味ががああったものがあれば1回受講してみてみくださいでその時にねついてこれるかなという確認だけでなくどんだけ1回の講義に復習かかるかなとそれもぜひ見てください。それに自分に合った講座を選んでみてください。 また実際受けてみてももうちょっと聞きたいなという点もあると思います各講座それぞれガイダンス等行われていますぜひそれを利用してくださいまたレック各本校では向いている講座などをアドバイスできる専用の方がいらっしゃいますぜひそういったえっとアドバイザースタッフなどに声をかけてみてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました